ご視聴ありがとうございますこれよりお送りいたします作品は昭和17年殿様行状記に掲載されました野村古道を作風流大大名青空文庫未収録作品ですそれでは本文をどうぞ 風流大大名第一編名人原富の予言尾張中納言宗晴教の乱行は日に日に募りました盲組は備前に育って大藩の俸禄を継いだ榊原式部大助田峰加野高尾に対して宗晴は 三浦屋春日野をことのほか長愛、近いうちに寝引きぼして本国美酒部名古屋に連れ帰るという噂わさが狂わ獣狂わ外にパッと立ち始めた頃のことです時は元文2年3月宗春京四十二歳の厄年春日野の引き祝いを兼ねて春を惜しむの縁を三浦屋の牢城にあったのでした。

二百票の御家人芸道に打ち込んで付録を振り捨て三味線を持っては一代の名人と謳われた変わり者です武田夕大義であったのせめて物事水上司を聞かしてはくれないか長人終わりや二左衛門になりすました中納言宗春一曲を聞き終わると強足の肘を起こして杯をあげます 傍かかかたたらあいににすすがすのののよししでででををげげるおとはははざりまままじ御家人崩れのしたたかな名人魂が六十一万石の大大名の前にもさして卑屈な様子を見せません。うというのは 東方年間名義玉菊を傷んで一代の考書を奈良もが愛人築夫人に文句を作らせ升見乱州の節付けで歌わせた「加藤節」の名曲ですがどういうものかこの曲を歌うとたたりがあると言い伝えられいろいろの不吉な伝説が迷信深い吉原の人たちの肝を冷やさせていたのです。 構わぬやるがよい。宗春はこう簡達に言い切りました四十二と言っても宗春には少年のような若さがありました兄弗朝が開始を遂げた後兄と将軍職を争い勝った八代吉宗に盾を突き飛ばして一方大いに美臭の残業を起こし長い間萎縮しきっていた名古屋の城下を

ではいられなかったのでしょうやがて「原富の弾き語り」で水上司が始まりまりす心を込めた名人の名曲「おぼろの月」が欄干によどんで駆けつらねた明かりもじっと炎を凍らせる思い一座の祈仙何女息ぼ飲んで聞きほれると「知るも知らぬもおしなべて惜しまぬ者は嵐ふく」。

シ味線センの音色のただならぬ変化によって、快勝の襲来を予知したということは、江戸中誰知らぬものなき逸話だったのです。解消か自身、それとも、女も男も立ち騒ぐのは無理もありません。武田夕、その負傷とは何事じゃ。その中でも一番落ち着いているのは宗春でした。何事とも分かりかねますが、 勘の音がにわかに沈んだのは恐れながら一座の主なる方の御身の上に腹富の目は儀具に満ちて宗春を見上げます小粒の人々その空気の物々しさに怯えるともなく諏訪やと立ち騒ぐのを宗春は静かに押し止めます「騒ぐな元来不吉な玉菊追善の曲不詳の音色に不思議はあるまい立って所毛したのは 世の誤りじゃ。宗春の子供投げに微笑を含んだ顔を見ると迷信深い人たちも何やら救われた心持ちでほっと吐息を漏らしましたそれにいたしましても我が君末席の牛尾証言このまま主君宗春をしょっぴいて市ヶ谷上屋敷までとんでも帰り金まじき顔を上げます。海や地震では。 主人のためにまずかれる工夫もしなければなるまいが、よ一瞬に限る負傷なら騒ぐまでもないことじゃ。さて次は何であったかな。宗春はなんのこだわりもなく酒好きをあげてもう一度一座の缶を促しました。くせものからたちの強はし牛保証言は。 その間に音もなく大広間を滑り出て、廊下に控えた二人の青侍に目配せしました。原富の三味線の音が何を暗示するかわかりませんが、とにかく友の者の責任として、一応宿君宗春卿の身の回りから、三浦屋の老城老下を調べなければなりません。うなずき合った三人は三坊に分かれて、 大広間の外もぐるりりと回りました。そのうちで一番怪しい小部屋から非常口に通う廊下大南度の牧へと回った牛尾将軍名前の年寄りくいに似ぬまだ三十そこそこの青年武士で食いそらせた虎ひげも山のごとくそびえた創剣も美衆六十一万石に類いのない有名を謳わるる十分な貫禄です。 主君の放裾を何べんか還元しましたが若輩で武勇一徹な「牛潮将棋」などの言葉が四十を越した聡明な宗春京の耳にいる通りもありません。それでも牛潮将棋は主君の持つ人間としての魅力に引きずられていつかは目の覚める折もあるだろうと言った心細いことを頼りに有利のお供までも 自分から進んで引き受けているのでした。ちょうど大広間の後ろ、大書院なら、武者隠しにあたるあたりに、二階の雑用に使う何度が一つあります。中へ入ってみると、廊下から差す疎い明かりに照らされて、二軒の押入れが、 並んでいほかに締め切りになっている襖を開けさえすれば大広間でしきりに杯をあげている朱訓宗春教の背後へ出られるのです「臭いのはここだぞ」。牛尾証軍は自分で自分に言い聞かせながら押し入れの戸へ左手をかけました。さっと引き開けると、きる 中から怪獣のように飛び出したのは覆面の男物をも言わずに正玄に飛びかかるのを引き外しておいて後ろから楽器と組み止めましたお互いに物も言いません主君のお座所に近いのをはばかって正玄も人手を借りずに手取りにするつもりでしょう二つ三つもみ合ううちに正玄の力の勝っていることがはっきり分かりましたええ、面倒

将玄の鉄のような腕が砕け散る廃盤の上にくせ者をしかとくみ伏せていたのですの、お席を心得た家来が宗るに席を変える予防に進めましたいや苦しゅうない粗相があってはなりません春日野もそばから口細えましたいやかまわぬ余がじきじき取り調べつかわす将玄くせ者をこれへ引きすい 宗はるは大善として自分の前の席を指さすのでした恐れながらそれはあまりにお軽々しきことかと存じますまた還元かよは終わりやにざえもんじゃ重々おもおもしくすると皆が笑うぞくせ者をそこに引き据えるがよいでは縄をかけまして縛っては経がないそのままでよいぞ言い出した以上は 聞き入れない胸張るその気性を知り抜いている牛尾証言はくせ者の合い口をむしり取りついでその覆面に手をかけました「頭巾は自分で脱がせるがよい」「これくせ者その方はいずこの何者じゃ何をあってかような姿で潜んでいたのじゃ」。 宗春はくせ者の方にきっと向き直りました教則にもたれたまま別に用事をするでもなく左の手には相変わらず杯が挙げられているのです「美衆六十一万石御三家筆頭の殿様じきじきのお調べときなすったかあるほどこいつは面白いごめん」。者は。 どっかと大あぐらをかいたまま自分の覆面をパッと払いましたはっいずこともなく驚く声が一人二人春日の酒がこぼれるぞ気をつけぬかはっはい宗春は調子を持った春日のをたしなめておもむろにくせ者の,の方を見やりましたまだ二十七八青ひげの跡が描いたようで

もののたまりかねて立ち上がる潮証言は宗春の冷たい目に抑さえられました面白いなそれならば何をあってその異様な姿で何度などに隠れておったのじゃ眠いから押し入れに潜り込んで一休みしていたまでさ頭巾は風邪をひかないまじないだますます面白いな 心で名はなんと申す。水木八六十一万石には少し足りないがこれでも百五十票取りの御家人だもっとも今じゃ羽生を叩き打って極道に落ち果てた腹立ちの京八だがくせ者は気がくじけたものかがっくりと肩を落としましたが正面に消えも入りたい風情の女豪華な打ちかけ姿の春日野を見ると。 ちまちメラメラと両岸に怪しの炎が燃えて手近の獲物をさらって飛びかかりそうにするのです。一代の教授宗春まった水木驚いて飛びついたのは原富の原武田夫でした。放っておいてくれ原せめて放売のよしみ三味線でも引いて立ち回りを生やしてくれそれは無法だ十南言様を恨む筋はない。原武田は。 タバコ本を掴んだ京八の手をひしと押さえて荒馬を沈める予後にその背を撫でるのでした「気公が身分を捨てたのは三味線のためだ」あ「あ俺が家を捨てたのはあの女のためだ」「それが近頃はどうだ」「おためごかしにこの俺を追っ払って六十一万石の襟につき近いうちに見受けられてよ」「北海道五十三次も 八文字踏んでお国元の名古屋まで寝るという話じゃないか。ちょ待て待て気候は気が立っている相手は君形成いわば売り物買い物だ百枚千枚の正式証があったところでそれを盾に物を言っては野暮になるどんな約束があったにしてもここはそんな理屈の通らない世界だ原富は強八の体を抱きすくめる予防に 一生懸命時すのです。のであら気候は何も知らねえのだ。生死や気象に物を言わせて野暮な立ち回りをしようなんてそんな了見で飛び込んだ俺じゃあねえ。青い殿様。いやさ終わりの大将。この女は俺とは遠いひと子同士貧に迫って身を売ったが生れながらこの水木京八郎とは親が決めた許可づけだったのだぞ。それはまことか。 春日春は静かにみは安易に春日野熱海の上にひれ伏して金子銀紙をかけ流した打ち掛けが八方から刺す銀色にゆらゆらと燃えているのでしたモルルはおえつの声ばかり「許嫁いいの女に肥道を払って会いに来る惨めさんを考えてみろそれも近頃は金の鶴が切れたと見て取ったか。 を突き上がったあれそれはわずかにぬるる顔を上げた春日の店から追っ払うようにしたのは終わりの殿様でなきゃてめえの細工だ今度でっくわしたらたたききって俺も死のうと思ったがそれよりも憎いのは殿様面だ六十一万石の大主、お三家の筆頭ともいわれる者がこんな世界に入ってきて赤を尽くしてよいものか悪いものか。 世上の見せしめ大公儀への訴訟があり目がたき討ちがかなわなきゃせめて手回りの一品を奪い取り日本橋のさらし場へ三つ葉葵の縄文打ったのを落書きつきで垂らし物にしたかったんだ日本一の馬鹿殿様の見せしめ大公儀がどんな仕置きをするか俺はそれが見たかったその上春日野を叩ききって 61万石と心中するのがあばかりながらこの強八の望みだったんだ。ああこう言ってしまえば胃も蓋もねえ腹が立つなら切るなりつくなり勝手にしやがれ化けて出るような未練がましいことはしねえかわり明日は神屋敷へ早おけを担ぎ込んで俺の首をもらいに行く仲間が三百人もいるんだそうでなくてせえ上様にはにらまれ続きの美しゅう家だ。 五十一万石を釣り替えになりゃ俺の眼首などは物の数でもねえさあ切りやがれ唐たちの京八はいつの間にやら尻までまくって宗春の前にどっかと大あぐらをかいていたのです面白いぞ中納言宗春はまだニヤニヤ笑っておりますの後日の勘も除くため町役人に引き渡しましょうか それとも、潮将軍は見かねて後ろからいざりよりました「いやそれにも及ぶまいこの成敗はさよう春日野に任せるとしようか」宗春は振り返ってようやく涙を収めたばかりの春日野を見やりました静かに開けた春日野の目は涙にぬれたまま宗春のいたずらっ けを演じているのです。お、かすがのどうしたものじゃ。この強はちとやらいう男を助けたものであろうか。脅約人に引き渡したものであろうか。それともブレ打ちにしたものであろうか。ムネハルはわだかまりもなく笑ってぼります。おじいよ。かすがのの言葉は半分その口の裏に消えました。が、山猿と降る涙が 言葉よりも優便にムネハルに訴えます。許せというのか。春のは静かにうなずきました。余計な世話だ。女の口一つで許してなんかもらいたくねえ。強八の顔は憤憤でマっサボになります。さて不思議な男じゃムネハルの空とぼけた顔。ヤオシンバ許されたところでこのまま諦めて引き下がるう俺じゃねえ。命のあらん限り。 六十一万石に肌をしてみせようほうそれは本当かその女がそばにいる限り俺の命の続く限りますます面白いな春日野を見受けして連れ帰るのは夜がそばに置くためではない名古屋に開いた新ル輪の名物に江戸の花を移し植えるまでのこと何もかも名古屋繁盛のためだ 宗春の言葉には妙に真剣な響きがあります。訪問してもその方にはわかるまい。桜が散る頃になれば東海道をまっすぐに春日野を召し連れて名古屋へ帰るはずだ。その方も一緒に参るがよい。おお、行かずに置くもんか道中は長い。との間に六十一万石の首を望むか春日野の体をもらい受けるか二つに一つ。

冷食いの気楽さと将軍吉宗を手こずらせた一代の矜持ぶりが抜けなかったのです水木そう見かねて原富は引ったてました美宗へ復讐の旅せっかく下された乗り物を辞退して原富の原武太夫は空たちの京八と一緒に吉原田んぼを 浅草の方へたっておりました泣き出しそうなおぼろ月を。どこからともなく咲き残る梅の匂い陣町家の匂いなどが夜風に連れて頬を吹き去りますなんということをするのだ水木一足の途絶えたところへ来ると原富は思い出した予後に京八をたしなめました家もろくも名も捨てた俺に あれがせめて物腹いせだ。京八は寒々と肩をそびやかしましたついでに女も捨てる気になってはどうだこの原武田雄も同じように家もろくも名も捨てたではないかだが気公には芸道があるその芸道を捨てろと言ったら何とする俺の芸道は気公の女のようなものだというのか 原富は少しむっとしたでしムッとたた。で日本一と言われた名三味線と遊女崇拝時代であったにしてもたかが女一人と比べられるのが不愉快だったのでしょう。怒るなあら貴公はあの女を知らないのだ。顔形の美しさや芸ごとに堪能だからではないあの女は千万人に一人もない良い心を持っているのだ。いや。 昔はは持っっていたた。ずであったそれほどの優れた女が六十一万石の遺構の前にはやはりただの女に帰ってあのバカ殿様の襟に着くと思うと俺は腹が立って腹が立ってならぬ中南言様がバカ殿様だというのか。原富はらとみは不服らしい顔をあげました。 61万石の大名があのざまは何だあれが名君だとでも言うのかさようわしは類いまれな名君だと思っている吉原へ足を踏み入れるのは当上様のお疑いを晴らすためだ千年御領地美州で藩中の若侍を借り催し東照宮様以来ご近世の 平馬の朝練を行い武具鉄砲を買い入れたこと隠密の手によって探り出され上様ことのほかご立腹だ宗春卿お兄上継友様は王上様と将軍職を争われ幕府隠密の手にかかって御最後を遂げられたと世上の噂は紀功も聞いているであろう嘘か誠か知らぬが美衆の御二代と紀州から お乗り出しになられた当上様八代吉宗様との仲のよろしくないのは知らぬ人もない事実中納言様が一見半の夏るを持ち回ったりべっ甲傘をかぶったり吉原に居続けしたり気候の数を残されるのは名鉄保身の術と気のつくものは幾人もないそれは気候の買いかぶりではないか原いや 日を開き、鳴る絞り盛んにし、大いに美州の国産を起こした上、新たに車わを定めて京から江戸の間に中京の繁華を開いた非凡の見識は通り一遍の殿様芸でできることではない享保15年宗春京御国入以来名古屋の繁盛は目を驚かすばかり。 たった一人の死刑囚をも出さないというほど半獣の人心が定まっているのは何のためだ原富の武田祐は自分の芸道の理解者としてばかりでなく人間宗春に心から打ち込んでいる一人だったのですそれほどの宗春が何だって春日の一人に執着しているのだそれはわからぬ人間の心の秘密だ その秘密が尺に触るよ水木京八郎の怒りは容易に静まる様子もありませんとにかく無法なことはよしてはどうだ気候のためにも春日野のためにもなるまいいや春日野の口からもう一度愛想づかしを聞くまで俺は手を引くまい困った男だところで友達がいに俺の無心を聞いてくれぬかなんだ 言わずと知れた名古屋への露用水木京八郎はこんなことを言いながら相手の花の先へ手を出すほど臆面もなくなっていたのでしたそれは安いことだが美衆様にあだをする露用では出すわけにいかんな気功はそんなことを考えるに及ぶまい友達がいのことさえすればよい吉坊美衆様を狙う路用にしても ご当人の尾張の殿様は俺に狙われるのをあんなに喜んでいたではないか。あきれた男だ。気候に狙われて驚くような殿様ではないから。それでは上下の路用を用立てよう。ちょうどここに先国美衆様のお座敷でいただいたのが包みのままある。持って行くがよい。荒富は宝所に包んで水引きをかけたのをそのまま。 京八の手のひらに載せてやりました。ありがてえ。が、露陽は生きだけでたくさんだ。どうせ生きて帰るとは思っちゃいねえ。終わりの殿様の首を狙っての旅だ。気候だって楽な暮らしじゃあるめ。え。半分は持っていくがいい。いや、遠慮するなよ。自分のもののようなつらをして。瑞樹京八郎は報酬包みを手のひらの中に開きました。

見せつけられたたのでした赤坂の宿赤坂の宿それから半月の後尾張の大主中納言宗春京の行列を追って水木京八郎は江戸を離れましたが警護の厳重さは想像以上で浪人者の水木京八郎などはどんなに工夫をしても寄りつけることではありません。 宗春は時々馬に乗りますが春日野は籠で通して沿道の者へは姿も見せず怪しげな浪人者などはそのあで姿を見る工夫もなかったのです。これはいかんと気のついたのは2日目水木京八郎は行列の先へ必死と飛ばして三州赤坂へ行った時は幸い二日道だけ追い越しておりました。大名の出品 部屋お国入りは半年も一年も前から日程が決まっているので明後日は赤坂や彦十郎のところへ泊まるということはすぐわかります京八郎はそれを見込んで赤坂屋の裏口から入り無理を承知の上で一晩だけの宿を求めたのです最も,も大名の泊まりがない限り駅駅の本陣も裏から回ればずいぶん 人を止めたた。ものでしたそのこつを知っていた水木京八郎はたった4両残った路洋のうち三両まで前金で投げ出し赤坂屋のはしご段の下のあんどん部屋へともかくにも潜り込むことに成功したのです明くる日は早立ちと触れ込んだ京八は明け方からうんうんうなり始めました驚いたのは番頭下女。 有り腸内の本堂を呼んだりしましたが七点抜刀の苦しみが用意のことでは収まりませんその日も暮れて明くる日いよいよ今日は尾張の大使が到着の段取りになりましたがアンドン部屋の病人はちょっと動かしただけでも悲鳴を上げる騒ぎで どうすることもできず、その上え三両の前金を預かった義理もあるので、いやいやながら行列が立つまで、アンドン部屋にそっと寝かしておくことに決めるほかはなかったのでした。お客様、混んでいてご飯が遅くなったが、なんか召し上がりますか。下女のおそよという、近在のものらしい正直そうなのが、入り口に立ったままで、 こんなことを言います。それは終わりの行列がついた晩のことでした。ありがたい。おかげで体操気分がいい。お気の毒だが、飯を持ってきてくれまいか。京八は布団の中から鎌首をもたげました。昨日の朝からけびょを使って食わないので、どうにもこうにも腹が減ってたまらなかったのです。お前さん、いきなりご飯なんか食べて大丈夫かい。下女のおそよは、 目を丸くしました「少ーし決まりが悪いがわしの腹はいつでもこうだ」「痛み始めると息をするのも苦しいがいざ治るといきなり腹が減るんだよ」「人聞きが悪いからそっとお膳立てをして持ってきてくれないか」「これは少しだが姉さんに世話になったからお礼のしるしだ」「京八は残り少ない財布をたたいてきらりと小粒を2つ」 女の手に握らせました。あれお前さこんなにたくさんなあに驚くことはねこんな身なりをしているが幸い金はうんと持っているそれは大嘘これが京八の最後の財産とはおそよも知る由はありません夕食の支度をしてくると京八は飢えた獣のようにむさぼり食いましたところで 終わりの殿様はどんな方だい？三倍目をつけさせながら、京八はようやく人ごこちがついた様子です。それはそれは立派な殿様ですよ。死重を起こしていらっしゃるそうですが、あんな方は歌舞伎役者にもありあしません。<laughs> 京八は少なからずいまいましい様子でした。それに江戸から値引きしてきたとやらいう三浦家の春日野の美しいこと。<laughs> ご主伝風のおいらんんんなかシャレたもんだね。そんな野暮な風じゃありませんよまさか打ち掛姿で八文字を踏んで歩きやしめ片木のお屋敷風でその蜜の垂れるような姿というものはおそよはすっかり夢中ですかつては遠遠のいとこで育った少女お春の純な姿を思い浮かべて水木京八郎は腹立たしいような やるるせななないような心持ちになるのでした。その殿様と春日野はどこの部屋に泊まっていなさるんだどうせこちとらはお顔を拝むわけにもいくめえがせめては見当だけでもつけて通ったあとの写りがだけでもかぎで京八はそんな下敏たことを言ってこの口の軽そうな下女から二人の信女を引き出そうとするのでしたおいらんはついこの上の部屋 殿様は二階の奥このはしごを登って突き当たって左へ曲がったところ言いかけておそよはさすがに口をつぐみました熱心に聞き入る京八の目のキラキラと人に迫る光が恐ろしくなったのですまあいいそんなことを聞いたところで十一万石の殿様にあやかるわけにもいくめもうたくさんほら 飯も話もすっかり腹いっぱいだということよ箸を投げると何もかも忘れてしまったように京八は元の床の中へもぞもぞと滑り込むのでした「今朝と森とその晩九つ半過ぎ水木京八郎はそろそろと床の中からはい出しましたいつの間に用意したか」。 アさぎのもも引き合わせの裾を高く履くって手にはあり合わせの油どっくりを下げ対して一目を忍ぶ様子もなくのそりのそりとはしごだんを登っていきますこれ伊豆へゆく殿井の武士が一人その前に立ちふさがりました張り明けの油を差しに行きますだよどれ体をひねって 強八の全身を眺めた武士は、阿ぶらさしの親父にしては少し若いと思った様子で、なかなか通してくれそうもありません。通してください。安藤が消えると私のせいにされますよ。強八はそのうちにも武士のスをボ狙って向こうへ行こうとする様子です。うろんなやつ。こい。あれ何をするだよ。襟首を掴まれながら。 京八の右の拳はさっとついて出ました。みぞおちぼしたたかにやられて崩れる武士京八はその気を失った体をズルズルと引きずって、そばの小部屋に放り込みなおも用心深く進みました。 廊下を曲がって左へ。なるほど、豪華な部屋が2つ3つ並んでおります。敷居際に手をかけて、そっと開けると中は空っぽおよ。殿様の信者のぎが空っぽは合点が行きません。あ、簡単な宗春はずいぶんこんなことをやりかねない人柄です。思い直して、ぎの前近似に桜がりを描いた。 乱極まる薄間を静かに引き開けました油の壺はもうどこかに放り出して右手に持ったのは手慣れた合い口が一口ほ<っ>。枕屏風のほかに有明の絹あんどんが一つそれを回って中を覗くと薄暗いものの熊にどんすの釣り矢具を着てすやすやと寝込んでいるのは美宗の大手中納言宗春でしょう。 その豪勢なちょうどを見ると水木京八郎の「ふんぬ」はくはっとかきたてられました「ほのれ家もろくも名も何もかも捨てさせた上女も女の心までも奪った恨み思い知ったか!」。灰夜京八布団の襟に手をかけて「合口のひとつき」と思いましたが薄暗い中にも何やら勝手の違ったものがあります。 何心なく髪へ触ると男曲げと思いきや「よよ!」「布団を少し押しのけると弾みで枕屏風は倒れて有明に照らし出されたのは紛れもない春日野の終わる長縛斑の上に白む草へえ羽織って胸に手を組み合わせた観念の姿ではありませんか」。あまりのことに京八もしばらくは呆然としました。 やがて心を取り直すと「こんなそのざまは何だ?」「愛口の峰でそのちらちらとさえた方をピタピタとたたきます」「悠然として春日野のまぶたにあふれる,る涙」教様「恭様殴らずに殺してください」「唇がほのかに動くと絶望的な声が静かに漏れるのです」「いやごめん小室よ」 お前はそれで今朝午前のつもりだろうが間の抜けた遠藤武者森藤にされちゃ俺は役不足だ。「御様、俺は六十一万石の大将を刺すつもりで来たんだ。お鰭上がりのメス一人を殺しちゃ命を懸けた元が損だ」水木京八は突っ立ち上がると合口を懐に収めて。 冷たく「今日さまはいつからそんなあさましいお心持ちになったのでしょう」「中納言さまのお考えの深さはお前にも私風情にもわかることではありません」「お願いだからこのまま江戸に帰って今日の今様さまのお見持ちになり私がお暇をいただいて帰っていくまで心長く待ってください」ね「ねえ今日さま」 床の上に置き直って、合掌した手をそのまま、涙ながらに京八を拝むのでした。何を嫌がる。身持ちが元へ帰ったところで、百五十票取りの御家人に戻れる俺じゃあねそれに、お部屋様あがりの押し掛け女房なんざ、かげてみるだけでも虫視が走る。あんまり甘く見てもらうめえよ、おほる。お願いだから、そんなやけなことを言わずに、江戸へ帰って待ってください。 チュナゴン様の遊ばされようは何か深い思才があるに違いないのですお春の春日野は単然として膝も崩さずにこう一生懸命に書きくどくのでした「その中納言がシャクの種だよ今晩はおめえの余計な細工で出し抜かれたがいつまでも安穏な日を送らせるものか覚えていろというがいいあばよバイタメ」水木京八郎は しを上げてが安全として座った観念の姿の神々しさに打たれたものかそのままくるりと背を向けて外へがそこにはいつの間にやってきたか昼の身なりも改めない中納言宗春敷居際にじっと立って2人の掛け合いを静かに眺めているのでした金のシャチのうろこが3枚。 春入国以来、名古屋の城下は言うまでもなく尾州一国の繁栄は目に見えました分けても元文2年春日野を伴って帰った後は宗春の祈祷も次第に矛を収めもっぱら平和の訓練と産業の復興に意を注ぎ武士はもとより百姓町人の娯楽のために歌舞伎・見世物・遊芸の末までも 従来のがなうをしして味わうまま楽しむがまむまにまかせたののでですにとくれがちな富も幾度か名古屋まで京されは「宗春の京」を添えたことでしょう身分の隔てはあっても荒竹太夫ひそかに稚の感があったのも無理のないことです。その間に水木八郎は 名古屋の町に潜入して、あらゆる機会を狙いました。春日野の消息は尋ねる便宜もありませんが、逆境と貧苦の仕事が次第に、その憎悪に磨きをかけて十七。御宗春を恨む。心は日ごとに燃え盛るばかりです。おのれどうしたら宗春にこの恨みを報いられよう。そういった呪詛が水木京八郎の。 若さを奪ってその苦み走った唇には深刻なシワを刻み豊かな方はそげ柔らかい眼は険しくなりました鏡をとってみると我ながら驚くばかりの変わりをこれならばと受け人をこしらえて住み込んだのは城内出切りの仕事師の家です原文二三年は暮れて京八が名古屋へ来てから三年目の 原文四年の春、天守の修繕で入れた人足の中に混じって水木京八郎も城内のたまりに紛れ込んだのは正月10日でしたその日は何事もなく夕刻宿へ帰りましたが明くる正月11日は守備欲人足頭の人数調べをごまかして名物金の鉢の下天守にコウモリのようにへばりついて 夜になるのを待ちました金のシャチのうろこを盗むためにタコを飛ばしたという話はありますがそれは容易に実行はできそうもありません水木京八郎に幸いしたのは天守修繕のためにこしらえた足場とその世の闇であったと言ってもよかったでしょう。城内ののまるのを待って

いけませんほよ城の内外は何事が起こったか分かりませんが蜂の巣をつついたような大騒ぎです足場から欄干に移ってひょいっと覗くと署員も廊下もいっぱいの人数にわかに召し出されたらしい家中の書士は朝上下に異議を正しながら転倒しきった姿で右往左往しているではありませんか。京八郎 三枚の鱗を懐にしながらどうすることもできない羽目に落ちてしまいましたこの鱗三枚を持って江戸へ上り辰の口へ駆け込んで十納言宗春宝拉の一部始終を訴えたら六十一万石取り潰しにならないまでもうんと痛い急を据えられるだろうそんな夢を見ていた京八の望みはみんな不意になりそうです。

家臣たちは足音を忍ばせ息を殺し相帰り見てはほっとため息をしながらなんとなくそわそわと時のたつのを待っているよぼすですやがて5つ過ぎ大手門を八文字に開いて平室の声ものものしく上司とも見える一行が乗り込んできました門まで出迎えたのは成瀬無の神。

ところに人間の渦を巻いて彼方に一段こちらに一段日頃のたしなみも忘れてささやき合う中を人足姿の京八郎がどう工夫して抜け出せるものでしょう。天主の修復工事もその日は休み仲間の人足が一人も来ないとなると京八はどこかに潜り込んで腹の減った臆病ネズミの予防に夜になるのを待つほかはなかったのです。 晴天の霹靂上司が退室したのは身の濃くすぎ城内の人々もその頃になってようやく落ち着きを取り戻したのを見すまして水木京八郎はそろそろと物影を這い出しましたもうよかろう書院を回って人目のない庭へ飛び降りさえすれば閉めたものですが水木京八郎の足は ピタリと縁側にに釘付けにされました。証言泣くな未練だぞ!」。障子の中から聞こえるのは忘れようのない宗春の簡達な声ではありませんか。「の無念でござります。いかに上様お憎しみが加わればとて宝物奉行を百姓町人に見せたとか友の者が上様お行列をのぞいたとか主食に溺れたとか。 ただそれだけのとがを言い立てて「押し込み隠居を申し渡されるとはあまりといえばあんまりなあそばされ方」。牛尾証言の言葉は食いしばった歯の間から途切れ途切れに漏れてくるのです。 無な証言、みんな過ぎ去ったことだ名古屋を江戸に勝る繁盛の地にしようと心がけたのが宗春一生の過ち美衆六十一万石には何の響きもあるわけではない世が一人隠居すればそれで済む宗春の言葉はいつにもない静かですとおっしゃってもこの無念に変わりがござりましょうか 殿の遊ばれたことの一つ一つ証言不情には一向に飲み込みかね最初は見当違いの半減めかしきことを申し上げましたが近頃になってようやく深いおぼしめしがあってのことと分かりましたご入国以来百姓町人の富栄人気の和やかさこれが本当の祭り事と申すものでござりましょう言いふな証言未練だぞ 明日からはよすて人の胸春に余計な煩悩を起こさせまいぞそれよりも一つの頼みはあの春日のことじゃあ承知の外の強八もはっと冷水を浴びる心持ちです世にもまれなる命地と定宿あのまま口ちさせるのはいかにも惜しい折があったら江戸へ連れ参り心のままの世を遅らせるよとのお身の回りは 胸張る一はる代女立ってある上様お憎しみを受けた今となっては子孫のないのが何よりの幸せ宗春はこの後とも心のままに暮らそう証言その方は世のそばにいてくれるであろうなありがたき幸せ証言はまた男泣きに泣いている様子です障子の外にじっとむずくまって

宗春と将玄は顔を見合わせました。恐れながら障子の外にて何もかも承りました。この度のことども申し上げようもござりません。三年越しお恨み申し上げたこの水木京八郎、夢の覚めたる心地でござります。それほどのおぼし飯とも存ぜず、幾度かお命を狙い、その上天守閣の奥上墓に忍んで金のシャチの鱗まで剥がしました。 これを江戸に持ち帰って辰の口に訴った絵意で庶人の物笑いにする魂胆でござりました。思えば一夫の浅はかさお話を受けたまわって穴あらば入りたい思いいかなるお咎めもいとうところではござりません。この通り海中から取り出した三枚の鱗を敷居の外に押し並べ敷居に面形を押さぬばかりに。 恭八郎は恐れ入ったのです。よいよいもうよい。世はもう隠居謹慎のみの上人を成敗することなどは思いもよらぬ何もかも分かってくれさえすれば頂上じゃ恐れながら千百年の末までもこの宗春の悪名は天下に流布することであろうそれもよいがたった一人でも世の真意を知るもののあるのは喜ばしいことじゃ。 それにしても久しぶりであったな。水木あ、その方も苦労した。であろう。大層変わったようだ。この胸張るはたった。1日で変わり果てたよ。話は尽きぬが謹慎の身でいつまでもその方をおめおくわけにはいかぬ。さらばじゃ随分堅固で暮らせよ。水木京八郎は打ちひしがれた。心持ちで胸張るの御膳も下がりました。 待て待て、その様で表へ行っては皆の者が異様に思うであろう「証言、送って取らせ」はっ立ち上がる証言の後に従って人足姿の水木京八郎は縁側をとぼとぼと表の方へ角へ来てふと後ろを振り向くと六十一万石の大衆今は美衆の隠居の宗春が障子にもたれてじっと見送っているのです。 水木恭八郎はそのまま縁の上にくず折れましたつい宣告まで獅子村を食わんとした仇敵のためにハラハラと石別の涙が頬を洗います断言の夜宿へ帰って恭八はすぐ出発の支度に取り掛かりました何もかも叩きぶってまとめたようがわずかに一部二種と少し。 たたったこれだけで江戸まで帰る心細さも今ではもう考えてもおりませんいざ出発という明くる朝五条内から京八へ五選別が下ったとよ人足が手車で運んできた大つづらだともかく受け取ってくれ親方に引き止められて無理に受け取らせられたのは大一番のつづらが一つおぼし飯はありがたいが そんなものを持っちゃ江戸へ消えられめえみんなでいいように分けてくれないか京八はそんなことを言いながら無造作にパッとつづらの蓋をはねましたほっ<ッ>中から飛び出したのは目の覚めるような美女旅装束に身を固めた春日野のお春だったのです京様。ますがりつく春日野も涙でしたお春 一目も構わず二人はしばらく夢心地の喜びに慕っていたのですこいつは大変な選別だ大八が言う通りみんなで分けようぜ親方はその涙を収めさせるためにこんな無駄まで言わなければならなかったのですその年の三月ちょうど三浦屋の騒ぎがあってから二年目浅草山の宿の 原富の家へ水木京八郎と今はその難易に収まったお春の春日のとが訪ねてきました一別以来の話の数々人渡り済んだのはもう夜あれほどの方を埋もれ木にするのも時よだお気の毒なことだが致し方もない考えてみるとこの原富の芸道を一番先に見出してくだすったのは あの方様あの方様があったばかりに私は今日まで芸道に精進してきたとも言えるだろうもう私の三味線を聞いていただきたい方もなくなってしまったせめてもの名残水木、お春殿聞いてくれるか原富の原武太夫は静かに愛樹小近を取り出しました音締めも寂しく 引き出したのは、たたりのあるという水上司の一曲。いつかの晩のようなおぼろの月が庭の松にかかって、梅の花と長寿の匂いがぷーんと頬をなでて去りました。名曲水上司は冴えた調子で次第に語り進められます。おしまぬものは嵐服。ここまで来ると三の糸がぷつりと切れました。 驚く八おはる何やら襲いかかる不吉なものを感じたのでしょう昔の白河の試し原富の三味線ももはやこれまでじゃ静かに三味線を押し合って南の方名古屋のあたりに思いを走らせる名人原富の目にはわびしくも油のような涙が湧いていたのです。 水木京八郎とお春はもう顔も上げられない様子散り際の梅の花がまた頬をなでて闇に消えます野村古道作「風流大大名昭和十七年殿様行政記より読み切り ありがとうございます。